バタです今日はねあの、ゾイドワイルドのレビューをしていきたいと思います。今日のレビューは、これだゾイドワイルドのね、ビーストライカーのレビューをしていきたいと思います。まあ、ちょっと待ってたぞ。このレビューがな。うん、まあ、しかも遊びたいしさ、ね。ちょっとね、このビーストライカーでね、あの、ね、レビューとかさ、 あのそうワイルドライガーとのレビューもいや、ワイルドライガーとの比較もしていきたいのでねあの、これのレビューもして、比、ま、較、あ、もしていきたいと思います。じゃあ、どうぞも、その前に、もしよければチャンネル登録とあの通知オンをしてください、まああの。通知オンとチャンネル登録を一緒にすると、 いち早く僕の,のチャンネルの動画が早く見られます。まああのね,ね、動画、各動画で、ね、あの終了画面またはね、右下、画面の右下にある、ね、登録ボタンを押してチャンネル登録と あの通知オンをしてくださいバダのチャンネルの SMS もやっています TwitterFacebookInstagram をやっていてねまあ,と、まあ、あのついでに登録するとねあのね新しい動画の,この,あの公開する前にあの告知で。 報告するもんでねそれもねあーの SMS のをもうあの登録してくださいもしよければねまああのね SLSMS は各動画のね説明欄にのにのにあリンクを貼っていますのでね是非確認してください もし、この動画が、あの、良ければ、ね、あの、グッドボタン、高評価を押してください。お願いしまーす。ああ、これがね、あの、ゾイドワイルドのね、第二世代の主役でもあるね、ピーストライガーでもあります。ね、うん。<laughs> まあ、ちょっとね、あの、ここは、あの、赤が入っとるもんでね、うん。<laughs> まあね、ゾイドワイルドが発売してからね、まあ一年経ってさ、ね、ちょっとね、あのパッケージ側もね、ちょっとディニーアルし,した、そうだもんでね、うん。まあわるちょっとワイルドライガーの申し訳ないがさ、ワイルドライガーのね、箱はちょっといっちゃ、どっかい、かしまってあるもんでね、ちょっと出せれんからな、うん。上はこんな感じでね、 まあ真ん中、まあね、表面はこんな感じになっています。ちょっと変わったな、ね、うん。横はこんな風になっていてね、ちょっとね、あの、ね、新しいやつはね、ね、こんな発掘開始し,してね、ボーン復元とかね、ね復元がん完了とかさ、さ、こんな風にか書いてありますね、うん。 まあ、こんな風だけどね。うん。もう横はね、ね、あ、化石があるな。ね、<laughs> ビーストライガーの骨がね、うん。ゾイドとはもう書いてあるけどもね、下にもこんな風に書いてあります。これ、これ読めるぞとかもありますけどね。うん。後ろはこんな感じでね、うん。ビースト、これがビーストライガーでね、ゾイドワイドストーリーとかも書いてあってね、ちょっと読むのを、 読むとさ、長くなるからね、ここは読みません <laughs> ね。うん。ビーストライガーのデータもあります。こっちね。うん。まあ、なんとね、ビーストライガーはね、あの、ワイルドブラストがね、まあ、ワイルドブラストって言いたいんですけどもね、うん。今回のね、ゾイド第2期はね、ね、確かね、進化、進化解放、 エボブラストや兵器解放、マシンブラストって言います。まあエボブラストはね、味方の方のゾイドでね、まあ簡単に言えばね、うん。まあ兵器解放は、まあマシンブラストがね、ね敵の方のゾイドの、あの、ワイルドブラストの名前でもあります。まあしかも発掘基地は、発掘地域がね、 あの、ワイルドアイガーと同様不明になっています <laughs>。あ、しかもね、ゾイド改造計画書が書いてあってね、まあ多分、これがね、このパーツが出てくるんかなと思、思っているんだけどもね、まあ多分あの、今後の、の商品でね、あの、パーツが、が、あの、発売する予定だと思います。まあ、 わかんないけど、発売するかわかんないけどな。うん。まあ、ちなみに下は警告と注意事項が書いてあります。まあ、こんな感じですがね。うん。ちょっとね、あの、パッケージも変わっちゃったのでね。ちょっとあれと、と比較していきましょうかね。うん。比較するのはね。まあ、あの、6月発売でもあったさ、このパキケドスのね、箱。 をちょっと見ていきましょうね。うん。まあ、以前のやつだったらね、ね、下にさ、文字が書いてあってね、ここにさ、さ、えっと、これ、シュプリーム弾のやつでね、うん。まあ、確かあの、フリーダム弾またはデスメタル帝国の、のマークがありましたね。うん、これ、ZW24 って書いてあったけどね。上はそんなに変わっていませんね。 上もこんなに変わってないと思って、下は、ああ、下は変わったな、うん。新しいやつは警告と十字号が書いてあって、で、以前のやつは、ここには、あの、上と同様なことになっています。横は、ね、こんな風でね、データがあってね、うん。まあ、新しいやつは、 まあ、こんな、ことができるって、のも書いてあり、ありますね。うん。そんじゃあ、もう横はね、ね、あの、以前のやつはね、ここにゾイドが、ね、並んであってね、ここにはシュプリーム弾とフリーダム弾のゾイドが並んであってね、ここの横は、ね、あのし、しね、 えっと、デスメータル帝国のゾイドが並んであります。まあ、ゾイ、ゾイドとは、っていうのも、ちょっとね、名前、まあ、説明は変わっていませんね。うん。下にあの、ゾイ、以前のやつはアニ、テレビアニメのゾイドワイルドがあったんだけどね、ちょっとね、あの、ね、TBS、いや、MBS の、の、あの、あん 朝のアニメ側がね、もう終わっちゃったもんでね、ね、ここにはアニメがあったんですがね、新しいやつはね、あの、アプリのやつの紹介になっていますね。うん。さあ、後ろはどんな風かっていうとね、まあね、後ろは、以前のやつはね、ボン発掘開始で、ボン復元で、復元さん完了さらにね、ね マシン、いや、ワイルドブラストのやつが書いてありますね。うん。まあ、ワイルドブラストのことも書いたりさ、ね。ちょっとね、こんなアプリも書いてあったりさ、あの遊び方も書いてあったね。うん。これ、以前のやつは、あの、一緒に書いてあってね。ね。まあ、新しいやつは、 ここの横のところに書くようになりましたね。うん。ちょっとね、あの、後ろのところが、ね、横になっちゃった、なってね、ちょっと入れ替えっ子になった感じがしますね。うん。新たにね、ゾイド、ゾイド改造計画書や、ゾイドワイルドストーリーが書いてありますね。うん。しかも、警告と11号が、 あの、下にな、書いてありますね。うん。まあね、箱は、ね、あの、今までの第一世代と第二世代のやつが、のや、やつね、ちょっと箱も変わりました。もんでね、うん。まあ、やっぱ変わったな新しくなったもんな <laughs> そんじゃ、あとりあえずあの、開封していきましょうかね。うん。中身も変わっとるかな <laughs> さあ 開封していきましょうね。まず開封する前にさ、準備したいのはね、まずはね、このね、あの、プラスドライバー、電池を入れるときのね、ね、あの、電池カバーのネジを、を、を取るときのドライ、プラスドライバーと、ね、あとはね、ね、えー、っと、先着で早期購入特典、でね、このゾイドワイルドのね、ね、あーの、 ね、パーツがついていきます。もうね、うんう。ちょっとこのさ、エボルト乾電池を使いますね。うん。まあ、購入特典。まあ、早期購入特典。でね、これがもらいます。まあ、ちょっと、このパーツのことでね、今後のね、後に、あのね、ね、動画に出す予定でいますね。うん。<laughs> これ,これをさ、ちょっとね、あの、今までのさ、あの、第一世代のゾイドに、につけておきたいもんでさ、<laughs> まあ、とりあえず、あと、電池も、もう用意しますね。うん。次にさ、ね、できる、まあ、準備しなくてもいいけどもね、このデザインカッターも準備、まあ、用意していきましょうね。 うん、まあ、このテープを切るための道具だからね。うん、まあ、いらなくてもいいけどね。うん、んじゃあ、パカッター開けて、ね。じゃあ、出していきましょう。どんな感じになっとるか。ね、あ、ここにはあの、の、ね。でもおまけの福袋の、多分、おまけの福袋の紙が入っとるんだけどもね。このアンケートのやつが帯についています。ちょっとここは変わってないかな。うん ちょっと今までのやつ、ぞっと開けていきましょう。まあ、比べていきましょう。今も、ああ、な、こ、これは変わってないな。うん、ん。じゃあ、出しといて。あ、復元の書もね、これ変わってないな。<laughs> よう見ればね。うん。あ、ちょっと変わっとるか。ね、うん。 ちょっとこれがね、かい、ゾ改造計画、計画書が、にさ、が、あの、書いてあってね、上にビーストライガーのことも書い,書いてあります。ビーストライガーが発掘された記録が少なく発見するのは、きま、極めて困難。背中の縦紙黒は、復元語、せい、せいせい、せいぜい、せいぜい、 生成され、降下する、復元された機械には未知なる力が宿るとされ、様々な人間が捕獲計画を企んでいる。まあね、こんなこと書いてあるな。うん。そうそう、この動画に,にはさ、このワイルドライガーとね、ちょっと比較もしていきたいもんでね。一応、ワイルドライガーも置いてあります。ね。うん さあね、あの、ビーストライガーどんな風だろうな、うん。説明書はこんな感じ。説明書、いや、復元の書はこんな感じでね。うん。あ、初回特典にさ、なんとね、ゾイドワイルドのバ、バトルカ,トルカードハンターのやつも、まあ、バトルカードハンターの、のやつがついてあ、ついております。 うん、まあこんな感じに遊べるんだけどねうんさあめくっていきましょうねライダーフィギュアかねあグラフィティーラベルあこあのラベルもディニーアルしたなちょっとまあ前のやつはちょっとちょっとあのちっちゃかったけどねうんハックスパック A と B ラッてまあ B ストライガーはちょっと変わって 変わってないなこれもね、うん。作り方も大体変わって、まあ、作り方の書き方も大体変わってない。変わってませんね。うん、あ第二世代のゾイドがラインナップされとるわな、うん、しかも最初のやつは、まあ、まあ、排除されたな、うん、まあ、ZFX とかあってね。 まあ、こういう警告と注意事項が書いてあります。で、まあ、ゾイド改造計画書が新しく書かれています。ね、うん。さあ、ね、ちょっと作って出してみましょうかね、ちょっとね、うん。まあ、この発掘パックへ、まあ、変わってないね、うん。発掘パック B、まあ、アーマーが入って、入っているやつ。 変わ、っ、そんなに変わっていませんね。うん。そして、はじめに飽きよう。S パックも変わっていません。ね。うん。さあ、これは、まあ、ね。あの、ゾイドワイルドのね、メガユニットでね、うん、電池を入れるやつ。で、まあ、これ以前、あれについてあった、ね、このーね、 ね、ワイルドライガーについてあったね、縦紙クローのね、ね、あの、ワイルドブラストの、のやつの、あれがついています。ね、うん。さあね、ちょっとの、どんな風になるんだろうな、あの、ビーストライガーはね、うん。ちょっと、最初にあの、ハクスパック A の骨を、を組み立てていきましょう。ね、うん。まあ、これも開けてね、うん。 そんじゃあ、ちょっとこれ、ええー、発掘パック,ク A と始めに開けは S パックを開けていきましょう。ちょっとな、説明書通り並べていきます。せーのーで、じゃーんこんな風に一応ね、並べていきました。もんでね、うん。まあね、ちょっと骨格パーツだけどもさ、ちょっと黒いところもあるもんね、ちょっとわかんないところも、ね、ありますもんね。 ちょっとね、あーのー、ね、えっと、発掘書症通りに並べていきました、ね。こんな感じに並べました。もんでね、うん。まあ、とりあえずさ、この単四電池をあの入,れ入れていきたいと思います。ねまあ、とりあえず単四電池の入れ方は、まあ、ここのところの、ところの、あの、ネジを、 を開いて、ね、ま取り出してね、ここにあの入れておきます。よっ、これで完了。でね、うん。じゃあ、とりあえずオンしていきましょう。オーン。こんな風に動かします。うん。やっぱ、z o ド d Wild の、の、あの、 の中ぐらいのやつは、まあ M 型ゾイドはこんな風に動きます。ここは動くもんでな、うん。じゃあね、そろそろあの組み立てていきたいと思いますね、うん。まあ、組み立てるならばね、ちょっとね、ね、この中型ゾイドはね、ちょっと時間がかかるもんでね、 ま、あ動画が長くなるからさ、ここだけは、ま、あ骨格形態のところは、ちょっとカットしていきたいと思います。じゃあ、組み立てていきますね。せーのーでっはい、完成これがね、ビーストライガーのね、骨格形態です。ね、あの、これがね、ビーストライガーの骨格形態でね、まあ、あいわゆるちょっと、ね、あの、ワイドライガーとかさ、 まあ、あとね、ナックタイガーとね、まあ一部は違うけどもね、ちょっとね、骨格の形とかさ、あの、造形はね、黒いところが確かね、同じところ、まああの、ライガーやタイガーと,と同様の、の骨になっていますね。まああの、ここのさ、ちょっと金色のところだけは、 ちょっとね、形が違うそうですね。うん。じゃあ動かしてみるとね、どんな感じになるかな。うん。ちょっと動かしてみると、ね、まあ、あの、の、ライガーと、ね、あの、タイガーと同じ動きになります。まあ、そこはね、 同じだろうな。うん。でもね、ここのさ、ね、あの、もう、え、ね、ユニットが違うもんね、こんな感じに動きます。もうね、うん、オフ。ああ。まあね、あの、こ、の、ワイルドやって、あの、 ビートライガーの骨格形態はこんな感じです。ね、うんさあ次はね、あのね、ねワイルド、まあ、ここにあるさ、ワイルド・ライガーのね、骨格形態をさ、ちょっとね、あ,あの、比較していきましょうね。うんまあ、走行はね,ね、ワイルド・ライガーの走行はここにあります。ねうんまあ、ちょっとね、ここのところが、 取れなかったもんでね、ここはそのままにしています。まあ、ワイルドライガーとビーストライガー比べてみるとね、ちょっとね、あの、作り自体がね、ま、同じのところ、同じところだけどもね、まあ、ちょっとここの牙のところは、ま、は同じです。ね、うん。ここのところは、 は、ワイルドライガーは、ここにあの、の銃があって、ビーストライガーは、これで穴があり,ありませんね。うん、穴っていうかね。うん。ここの首のところが違って、ね。そしてね、ね、ワイルドライガーとビーストライガーは、ちょっとあの、爪のところの形も違いますね。うん。まあもちろん、ここの、の、 の、ワイルドブラストのところも違います。まあ、ビーストライガーはエボブラストだけどね。うん。まあ、しかもあの、ね、パイプは、まあ、ついとるけどもね、ワイルドライガーにはね。ビーストライガーにはついていないそうです。まあ、ね、走行形態を作らなきゃいけないけどな。うん。まあ、キャップも、色は同じです。もんでね、うん。まあ、違いは、 ただね、あの、ね、ここのね、ね、金色のなるところだけが、が、と、あとね、このね、ワイルドブラストまたはエボブラストをするところが違います。まあ、そんな感じかなうん、違うところはね、うん。まあ、ちょっとね、あの、比較はここぐらいにして、ね、まあ次そ、そう、 走行をつけた時の比較もしていきたいと思います。ねうん、さあ、こっからはね、あの、こっから、あの、走行を、あの、つけておきたいと思います。ね、うん。まあ、走行をつけるとどんな感じになるかな、と、見ていきたいと思いますね。うん。まあ、こっからはね、走行をつけるときはね、こっから、あの、そのまま撮っていきたいと思います。ね、うん。まずこれさ、ちょっとライダー、 フィギュアがあるもんでね、あの、せっかく、せっかくながらね、ライガー、ライダーフィギュアを乗せておきたいと思います。ね、こっちにライ、こっちに乗せ、あの、首のところに乗せといて、ね。こ、こんな感じかな。まあ、こんな風に、に、にあの、つけておきます。ね、うん。 その次がね、B、これが B の2をね、ね、ここ、あ、ここのあの、スイッチのところに、あの,の、乗せ、つけといてね、まあ、次にこの B の3を尻尾のところに、あの、つけといて、尻尾の先っぽのところ。まあ、ちょっとここ折れないようにし、にしなきゃね、<laughs> 次にね、 あーの、の、確か、これが B の4と、これが B の5を、あの、ここにあの、つけといて、ね、おっと、ここにあの、つけといて、ね、うん。まあ、B、これが B の6と、これが B の7。赤い方が B の7だけどな、うん。 B の6と B の7をこっちにつけといてね、ね、うん。さ、ね。まあ、19で組んだところ、だパーツをこっちにはめといて、まあ、前、この,の、このパーツを、あの、前足のところに、いや、あの、つけといて、ね。うん おっとちょっと違うかな。よし。こういう風か。よし。こんな感じかな。うん。次も横をやっていきますね。うん。次がね、これが9と8を、B の9と8をこっちにつけといて、ね。まあ、こ、ここの、あの、後ろ足、後ろ足につけといて、 よし。次が、ね、B の11と B の10を、あの、付け、を、あの、こういう風に組んどいて、ね、ちょっと前足,足のところにつけておきます。よし。横は完了で、ね。まあ、次は目をつけるんですかね、もう目はつけてお,おいたからね、うん。 次は B の12を、あの、顔のところにつけといて、まあ、こんな風にね、うん。さあ、次がね、B、あ、B の2、B の13と B の14を、ここの上につけといてね、B の15を、 こここねうんそしてつけ終わったらあのここの横のところにつけときますおっとちょっと顔が動くわあらよっこいしょよしつけておいたーなうん さあ、顔が半分分かるようになった。<laughs> ここ、これが装甲つけといて、これ、これが骨になっとる状態でね。うん。まあ、反対側も同様。ここを B 下につけといて、これを上につけときます。まあ、こんな感じかな。よし。と、反対側も、 もうこんな風につけ、つけておいて、よよし。これで装甲をつけ、つけておきましたね。うん。次にさ、この縦紙グローをさ、こ、ここの、まだもうつけとるけどもね、ここはあの S の6と、ね、B の19をあのつけ ここにつけておきます。あの S の6をね。うん。そしてつけといたら、たらここの、の B の20を、を、こういうふうに、こういう向きにしといて、で、これをさ、あの、こう、こんな形に、感じにして、ちょっとパチンって鳴らし、鳴らしたら、あの、鳴らすまで組みます。 次にこういうのをパチンってよしパチンとつけて次にもパチンってつけます、ねうん、さあゴールドたて紙クローをつけたらたたんでおきますまあこんなふうにねよしたたんでおいてね その次が、ね、ちょっと、これをさ、あの、の、ここにあの、組んどいて、あ、あれあれウェカースライトって、おいおい、ちょっと待て。あ、ここと、ここの、 の、ここと、ここか。ああ、そうか。そんじゃあ次、ここ、ここに、あの、付けとい奥まで入れ、入れて、よっ、こいしょ。よっ。よっ。次が、えっと、奥まで入れたら、ちょっと後ろに、 行きます行くのかよしこれで完了ねよし OK その次がねあの B の22ををあのここにあののつけといてここにあのつけといてここかな よっ。反対側もつけておきますね。よっ。よし、つけておきました。ね。うんよし、これで全部ぶつけておいたから、完成これが、ね、あの、ビーストライカーだイェーイ まあ、これがピーストライガーでね。まあ、今回はね、あの、ワイルドライガーは、あの、青だったけどね、ピーストライガーがね、あの、赤が、よう使われています。ね。白いところは、は、あの、ワイルドライガーと同様なんですがね。うん。そんじゃあ、とりあえずね、ワイルドライガーとちょっと比較すると、まあ、こんな感じになります。 ちょっとさ、よう顔を見ると、ね。まあ、ワイルドライガーは、ちょっとね、シャープでね、細身の感じ、ちょっと、ね、ね、ちょ、えー、っと、小さい感じがしますけどね。ちょっとビーストライガーの場合はね、ね、まあ、あの、ちょっと部品、ちょっとね、 大きい感じがしますからね。ちょっとボリュームがあります。ね、うん。まあ、そこも、ここもね、ボリュームが、ビスト、や、ワイルドライガーよりも、あの、ボリュームがありますね。うん。まあ、ミクロも、ね、縦紙ロは、あの、ワイルドライガーはね、ちょっとシャープでね、細くなっていたがね、 ビーストライガーは、ちょっとド派手に、あの、ボリュームが、ようあります。あるようになりましたね。うん。ここは、まあ、ここもね、ね、シャープ、ビース、いや、ワイルドライガーはシャープだけども、これはちょっとボリュームがあるな。尻 <laughs> 尾は、まあ、ワイルドライガーの時はなかったけども、ビーストライガーが、ちょっと、尻尾の、のパーツが追加されました。ね、すげえな。 ちょっとあの、ビーストライガーの方がちょっとかなり大きいな <laughs> と、ちょっとボリュームが、があってね、迫力あるなと思います。あのビーストライガーはね、うん。まあ、ワイルドライガーはあの、シャープでかっこよかったけどもね、ビーストライガーがね、あの、迫力があって、すごく、まあ、かっこいいなと思っていますね、うん。さあ、ね。 企画はこんな感じかな。うん。まあ、ワイルドブラストの時でもまた比較しますからね。うん。さあ、次はね、これねね、改めてね、ちょっと動きましょうね。うん。動かす時はね、これね、あの自動的にワイルドブラストをしますもんでね。まあ、ね、自動的に動,動かしますもんでね。うん。ここがね、ワイルドライガーって と同様のスイッチになっています。そんじゃ、スイッチ。あ、ちなみにさ、さ、第2期の時はね、まあ、ワイルド、いや、ビーストライカーは、あの、エボブラストって言います。進化解放だけど、進化解放エボブラストだけどな、うん。スイッチを入れましょうね。うん。スイッチオン。まあ、どんな感じになるか。おお。 第二形態。あ、出た <laughs> これがね、エボブラス第二形態に、もうなりますもんでね。今回のあの、ビーストライガーね。うん。ちょっと、ちょっと戻していきましょう。戻すときは、あの、もう首のところは、 あの、ワイルドライガーと同様だけどもね、ちょっと、第二形態になったときは、ここの黒をもうしまわなきゃいけない、そうです。ね、うん。おっと、しまなきゃよし、下に下ろして、そんじゃあ、またスイッチ、オンさあ、また黒を、回って、ああ、また来たか、第二形態。これね、うん。 あ、そうだな。ちょっとね、あの、大、エヴォブラストの第二形態になるもんでさ、ちょっとね、第、第一世代のやつでね、ちょっとね、あの、あれとよく似たやつがあります。それがね、ね、あの、こちら、ハンターウルフ。 がありましたね、うん、ワイルドブラストの第2形態で言うとね、うん、まあ、ハンターウルフに関してはね、ちょっとね、あの、手でね、ワイルドブラストをするんですがね、ハンターウルフの場合はね、ね、第1形態の時はね、ちょっとここのハ、ものウィングをちょっとね、上に上げます。第1形態、これが、ね、 で、ファーストギアになっていてね、ここも、あの、押しますからね、うん。まあ、これがね、第一形、まあ、こ、こちらは、ワイルドブラスト、と、ワ,ルワイルドバスト、ワイルドブラスト、ファーストギアになります。ね、うん。そのこんな感じに動きます。 さあそしてハンターウルフのセカンドギア第2形態はこんな感じになりますね、うん、ここの羽のところを下ろしてちょっとここを開いてこののところを前に倒せばこれが、ね、ハンターウルフの,の,のワイルドブラストセカンドギアになりますねうん まあね、ね、ビーストライガーと同じような、な、あの、ね、ワイルド、いや、あの、エボブラストになっているからね、うん。まあ、こっちは手動で、で、動かせるけどもね、うん。こっちは自動で、動かすようになっています、ね、うん。まあ、そっちを置いといて、ね。 まあ、ちなみに、ワイルドライガーの、ね、あの、ワイルドブラストも見ていきましょうね。これがね、あの、ワイルド、ワイルドライガーのワイルドブラストでもあります。まあ、ちょっとシャープ、シャープでね、シャープで、ナットルがね、あの、エボブラストの時の、の第二形態の時との、 あの、ビーストライガーに比べると、ちょっとね、あの、ボリュームが、すごくあります。ちょっと爪が長くな、なっとるけどね。うん。まあ次にあの、爪をしまうと、と、ちょっとあの、同じくらいな、と、ようになっています。ね、うん。まあ爪を開くと、おこんな風に、 ここと、ここの突起で、突起でね、ここを押せばね、第二形態になるんだ、なるかああ、さすが、高富、こういう風に、に作っているな。すげえな。<laughs> さあ、これすげえな、とてもね。うん。まあ、戻すときは、ね、わい、まあ、第二形態以外は、は、まあ、ワイルドライガーと、 同同様の、じやり方でやでやりり、方でるんんだな、うん、まあ、確かにな。うんまあ、そんな感じかな。レビューはね。うんこれがね、あの、ワイルドライガーの、約間違えた。これがね、ビーストライガーのレビュー動画でした。ね、うんというわけでね、この、ね、ビーストライガーのレビュー動画はいかがでしょうかね。うん まあ、よう見たらね、ワイルドライガーよりもね、よりね、ボリュームがあります。もんでね、うん。確かに縦紙が、が、これでちょっと大きくなったりさ、でかくなったりさ、<laughs> まあ縦紙黒もさ、ちょっとねこ、ここがさ、固定になっとるがね、ちょっと大きな、大きくなってね、 まあ、すんごいボリュームがある,あるようになりましたね。うん。まあ、あとは尻尾もつけ、の、パ、の草香もつけとったもんでね。ちょっと尻尾も大きな感じになりますね。うん。まあ、爪なんですがね、ちょっとさ、ワイルドライガーと違うのは、ここの穴が開いてるんだけどもね、どんな風なのかはね、まだわかりませんね。うん。 まあ、今後のし新しいゾイドのやつ、ゾイドの,のやつの、ワイルド、主役のワイルドライ、いや、ピーストライカーは、どんな活躍するだろうな、うん。ちなみにさ、ステッカーなんですかね。で、好みが、僕の好みでね,でね、ステッカーは貼りませんでした。貼,り貼っていません、ね。僕の好みですからね。うん まあ、貼らずにそのままかっこいいなと思ったからな。うん。まあ、そんな感じかな、うん。もしよければ、チャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。コメントにはね、お、このビーストライがかっこいいなとか、ね。ねこのゾイとか好きだよとかね。まあ、キャノーブルのレビューも楽しみにしてます。でもいいのでね。ぜひさ、ぜひ、あの、コメントに書いてください。 あと、ね、僕ね、軽度の知的障害持っとも,もんどねもっとね、持っているもんでね、そこだけはね、ご理解お願いしたいと思います。まあ、あとね、楽天ブログでね、あの、バターのブログを書いていますもんね、あの、下にさ、リンクを貼っているものでね、ぜひ見てください。概要なんだけどね。うん。うん、まあ、早くね、新しい動画見たい人は、チャンネル登録をお勧すすめします。 まあ次ギーンなんですがねこのねキャノンブルねまあ第2世代のゾイド,ゾイドワイルドのねまあ敵ゾイドでもあるそうですキャノンブルはどんな感じになるんかなと思うんですけどねうんどんな風だろうなちなみにさねえ、ね、キャノンブルはねあの ね、兵器兵器解放マシンプラストになっとるもんねまあ兵器まあ前回のねでデスブラスまあデスメタル帝国はねまあ兵器扱いしとったもんでね敵ゾイドもね兵器扱いするんかなと思いますね、うん、ちなみにねデスメタルのゾイドの場合はねね あの、強制解放、デスブラストズだったからな。うん。まあ、これもね、あの、後ほどレビューする予定でいます、ね。あとさ、ね、これはさ、ちょっと別の動画でやっていきたいと思います。この、ね、早期購入特典の、ね、あの、AZ レーザーガンと AZ インパクトレーザーガンの、あの、レビューも、 いいいきたいと思いますまあ別の動画でね以上をもちましてねあのバタンバタのねゾイドワイルドのねイーストライカーのレビュー動画を終わりますそれでは次の動画でお会いしましょうバタでしたバイバーイまたねーバタのチャンネルの動画公開日はあのレビュー動画は 火曜日と木曜日に公開でで、日記の方は毎週日曜日でね月末の30日か31日の時に丸月に買ったおもちゃと使った金の紹介であの1日、まあ月始めの日は丸月に発売する タカトミーのおもちゃを調べた動画を公開しています。ま、あ公開時間は、ね、あの、ね、毎、ね、あの、夜8時にオンエアをします。そんじゃあ、皆さん、さあね、あの、ぜひ見てください。お願いします。